こんにちは。私たちはアークトリアン評議会です。皆さんとつながることができ、嬉しく思っています。私たちは存在に関する様々な哲学を刻々と更新しています。なぜなら、すべてを理解したかのように感じるときは常に、いつかそうではなかったことに気づくことを知っているからです。私たちは決して、何者にもしがみつくつもりはありません。 それは、私たちが過去に行った多くの推測が間違っていたことが証明されたからです。そして、今皆さんと一緒に、また、皆さんが時に私たちを通して、存在について知るべきことを発見しながら、さらに新たな使命に乗り出す準備を整えています。しかし私たちは常に、最新の哲学を皆さんにもっとお伝えしたいと思っています。 というのも、九次元の高台から対局を見渡すことができ、その公園の眺めは、非常に多くの方法であなたを助けることができるからです。例えば、あなたが本当に望んでいること、そして今すぐにでも起こってほしいことが起こっていないときは、立ち止まり、この状況は、私のためにどのように役立っているのだろうか、私が待っている間に、 この想像に他に何を加えることができるだろうか、そして、私はこれからどのように成長できるのだろうか、と自問してみてほしいのです。実際には3つの質問でしたが、お分かりいただけましたでしょうか。向きを変えてみてください。自分が何を間違えているのか、どこでブロックされているのか、誰がこの実現を妨げているのかを考えるのではなく、 ポジティブな面を探すのです。なぜなら、自分にとってプラスになることがそこにあるからです。あなたは目を覚まし、自己点検を進んで行い、どこを改善できるのか、そして負荷を軽減するために、他に何を手放すことができるのかを探しているので、費用ごとに指数関数的に成長しています。 あなたが欲望を持って喜びの人生を送ることは許されていますが、すべては最終的に自分の拡大と進化のためにあることも認識しなければなりません。ですから欲しいものが欲しいタイミングで手に入らないとき、それは常に自分が成長するチャンスなのです。執着を手放すことで、今この瞬間にもっと集中できるようになり、今にもっと集中できれば、 今というこの瞬間をさらに楽しむことができます。また、あなたが時間について考えていないとき、あなたは時間を超越します。そして、時間を超越した存在になると、自分が望んでいることが実現するまでに、どれだけの時間がかかっているのかにさえ気づかなくなるのです。そしてまた、一度何かを作り出すと、 それを経験することになるということを認識してください。そのことを知って生きることで、不安や恐れを取り除くことができます。なぜなら、それらの不安は、あなたの想像したものが自分のもとにやってくるか確信が持てない時にのみ存在するからです。ですから皆さんは、経験をするために存在する創造主であり、そのすべてが、源のエネルギーの拡大を促進し、 それがあなたが何からも否定されない理由であることを忘れないでください。このことを覚えておくことで、あなたにいくらかの平穏と慰め、そしてこれから起こる出来事に対しての熱意がもたらされることでしょう。私たちはアークトリアン評議会です。あなたとのつながりを楽しんでいます。